こんにちは、スーパーセンターの山口です。今日はね、通販部のね、相良と一緒に僕の北海道ツーリングのことをお話しさせてもらおうと思います。相良、北海道行ったことがないんで、まあ何でも聞いてみてって感じかな。はい、よろしくお願いします。お願いします。それじゃあいろいろと聞いていきたいと思います。まあ、まず最初に今回どうでした、北海道は。どの旅でした。北海道、まあ、相変わらず最高やね。一日一日で動画作ると思うんですけれども、まあ、それぞれの日はまたゆっくりアップしようかなっていうふうにも思ってるんですけれども、まあ、やっぱり最高です。まあ、これ僕がね、ちょっといつもバタバタ忙しくしてて、今年ね丸一日休んだんて5回ぐらいなんですよ、北海道行く前ね。でこれって僕が忙しいですアピールじゃなくて、まあ、仕事ができないやつですアピールなんですけれども、まあ、自分なりにはある程度自分の限界ぐらいまで、まあ、進めたなっていうのはあった上で、バイクを乗るにあたって一番好きなこと、一番自分が楽しいと思うこと、まあ、ロングツーリングで気の合う仲間と旅に出るっていうのが僕の一番好きなバイク遊びの一つなんですけれども、まあやっぱ最高やったっすね。うん、今年のメンツはどんな感じで行ったんですか。今年はね、2021年一緒に行ったクリークモーターサイクルの安田くん、安さんと、うちの通販バイトの太田、それと、アムモトブログチャンネルのアムさんの、4人なんだけど、北海道でね、2021年に助けてもらった、中野くんっていう人も少し合流して、あと友達のガクちゃんという子も合流して、走りました。何日間ぐらい行ったんですか。合計で休んだ日数は6日。自分滋賀県なんですけれども、滋賀県だと福井県の、敦賀っていうところか、京都府の舞鶴っていうところからフェリーに乗るんですね。でそのフェリーに乗って、北海道に上陸するまでにフェリーの時間が19時間かかるんですよ。で前1日後ろ1日が、フェリーの日ってなって、向こうを走ったのは合計4日ですね。どういうルートで行くとかあるんですか。ルートはね、僕も北海道ツーリング10回目なんですよ。で自分が一番好きなところ、まあ道東、道の東って書いて北海道の道東って言うんですけれども、道東メインで、まあ、回りました。うん、みんな外枠一周回ると思うんですけれども、外枠一周ってあんまり面白くないんですよね。その辺の地方の海岸線走ってるのと一緒の感じなんで、僕はね、まあていうか北海道って外枠一周からちょっと中に入ったところに綺麗なところが集中してるんですよ。で、その絶景の中を走りにとか、その景色を見に、道東中心で回りました。なんかおすすめスポットとかおすすめスポットも言い出したらきりないですけど、やっぱりその僕が将来ここで何かしたいなっていう目標があるんですけれども、手鹿ヶ町っていうところ、阿寒摩周国立公園っていうのかな、屈斜路湖とか摩周湖、あと美幌峠、あと海洋大展望台とか、まあ、いろいろ揃ってるんですよね。あとまあやそのクリックのやっさんとか太田とかアムさんとかとも喋ってたんだけど、本当に一番綺麗なところはもう美幌峠か、内帯高原牧場、この二択っすね。ほんまに感動するような、僕ちょっとね走りながらこうちょっとなんか変な話ですけど、綺麗すぎて涙が出てきて、景色見えへんのもったいないなって思いながらも、景色見ながら走ると綺麗すぎてちょっと涙がこぼれてくるみたいな、まあそのまあすごい綺麗なところがあります。たくさん寝る場所とかはどこで寝るんですか。寝る場所はね、今回は宿泊施設2つ泊まりましたかね。ホテルとか民宿とかに泊まるんじゃなくって、
まあ、合計4泊なんですけれども、2つは施設です。まあ、1つはレッドバロンさんがやってるライダーさん向け の、 あの宿泊施設と、もう1つは僕超気に入りのライダーハウスがあって、まあ、そこに泊まったっていうのと、他はね、あの適当にその辺で野宿ですね。費用はどれぐらい全体でかかるもんなんですかね。うん、かかるお金はね、例えばフェリーが、まあ、福井県でも福井の敦賀から京都の舞鶴から、北海道にバイク込みで乗ってって、だいたい片道2万2000円ぐらいで、往復でまあ4万5000円ぐらいだったかな。でそれに、ガソリン代プラスなんか適当に食い物代、だからまあ食べ物、宿泊にお金をかけずに食べ物に結構いろんな贅沢しても10万円は多すぎるかなぐらいの感じかな。飯とかなんかありますか。うまい飯はもうなんせ海鮮がうまいです。僕ウニとか苦手やったんですけど、ウニもね、北海道 の、 あの東で食べるのと西で食べるのとまた全然味違うんですよ。で僕は道東、例えば、知床とかその辺でウニ食べるって決めてるんですけど、めちゃくちゃうまいですね。あと、まあ、サンマの刺身っていうのがあるんですけど、まあ、サンマって足が速いんでこっちで刺身で食べられることってほぼないと思うんですけど、こんなに美味しいもんあんのかぐらい美味しいもんです。まあ、今年は食べれなかったですけどね。あとは、まあ、セイコマートっていうコンビニのホットシェフっていう、まあ、ちょっとコンビニの中でもランクが高い、こうちょっと手の込んだ、お弁当とかパンとかあるんですけど、そこのパンはもうめちゃくちゃうまいですね。何食ってもうまいと。何食っても中華、まあセイコマートで俺1本動画作りたいぐらいめちゃくちゃうまいよ。しかも旅人向けだし、例えばこうこんぐらいのパックの野菜、もう炒めろよって言ってるような野菜とか、まあ、ちょっとしたジンギスカンとか、まあ、夜それ買っといて自炊するとかも楽しいし、まあ、そんなんもあるし、まああとそうだな、スパゲティが100円とかなの。ああ安いですね。しかも普通に美味しいからね。ああ、うん、そうそうそう、そんなんがあって、もう北海道の旅っちょのセイコマート絶対欠かせないっていうね。で美味しいご飯屋さんとかって夜早く閉まっちゃうから、はいはい、昼間にだいたいちょっと贅沢するよね、うんうん、海鮮食べに行ったり豚丼食べに行ったりとかは昼間して、夜は走ってたいから、まあ、そういういろいろ回ったりいろんなご飯食べたりするのって何日間ぐらいあればいいんですかね。俺はもう知ってるとこだけ回りたいから、なんならこっちで5日休みで向こう3日でも全然行ける。あでも初めての人がある程度回ろうと思ったら、外枠一周と中ちょろちょろって回ろうと思うとしたら、どんなもんだろうな、まあ、最低でも1週間ぐらいはあってもいいかもしれないね。で向こう5日で外枠一周とちょろっと好きなとこ入れるかなぐらいかな。でももし相良が行きたいっていうんであれば、はい、俺らそんなに休み取れへん多分。そうですね、はい、おやし別に俺のルートでよければ向こう2日でも向こう3日でも結構案内できるよっていう。あなるほど、うん、あそれいいですね。今回の本編って向こう4日でやってるんで、向こう4日で回ってるんで、まあそれでもその半日雨で潰れたよね。あそれでももう太田とかアムさんめっちゃ感動してくれたし、はいはい、めちゃくちゃいいとこ行けるから、はいはい、なんなら1日削って、まあ、なんならその一回宗谷岬行ってんのよ、はい、宗谷岬ってそこまで良くないから、うん、まあ、最北端って言われて行きたい人多いと思うけど、宗谷岬削ればなんなら向こう2日でも行けるかなっていう感じ、で前後19時間のフェリーですごい気持ちと体が休まるから、はいはいはい、まあその2日間を結構強行で回ったとしてもそれほど疲れはないかなっていう。
まあ、結構な距離走るわけじゃん。俺らは4日で2200キロかな。2200キロ。あんまなかなかそんな、ね、短い期間でそんだけ走ることなかなかないっすよね普通。なんて言ったらいいんやろ、根がバイク屋じゃなくてバイク乗りやんか。はいはいはい、やっぱ走りに行ってるっていうのもあるし、あとまあ、はい、1日500キロって聞いて長って思うかもしれんけど、うん、北海道の500キロなんか信号も何もないし、はいはいはい、なるほどなるほど。そんなこっちで300キロ走るのと一緒、いや300キロも250キロ走るのと一緒ぐらいな感覚になる。向こうに行くと特別めちゃくちゃ走ってるっていう感覚はないかな。はあはあ、その中でも十分その見たいとこで降りて飯食って、うんうん、うろうろしてってしてるから、はいはいはい、うん、でもまあそれだけの距離走るとなんかいろいろ注意点とかなんか出てきたりしないですか。それ走、そのバイクに対しての注意点じゃなくて、まずその、あの寒さかな。あ、なるほど。寒さを舐めるとマジで痛い目に遭う。だって俺初めて北海道行った学生の時だけど、舐めすぎて T シャツと T シャツ1枚と普通のジーパンとあとでっかい日本地図みたいなの持ってたよそんなんで旅できるかみたいなあのこっちの秋の夜ぐらいになるのかな、あの夜の峠とかもうめちゃくちゃ寒いから、ほんでこんだけ荷物積んでんだけど、まあ寒さと、あと俺今回そのガス欠、他3人がね、ちょっと小さめのタンク、はいはいはい、で俺こんだけ10回行ってる俺でももうガソリンスタンドの場所とか覚えてんだけど、最後のちょっと長距離移動が結構長かったよ、はいはいはい、長くてここでガソリン入れりゃいいっていうのが2軒あって、はいはいはい、その2軒とも日曜日で閉まってるっていうね。あ、ガソリンスタンド日曜閉めんのよ。なるほどね。あと5時とかに閉めるとこある、はいはいはい、なんなら4時に閉めるところもあるし、道東とか行くと、はい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 、でまあ寒さとガソリンやね。 あとバイクはまあまあ整備さえしていけば、まあ、去年あのちょっと軽くトラブったから今年はしっかり整備していった、うんうんうん、からもちろんそのトラブルなしやし、あの太田のパンクしたけどね、まあ、パンクはまあ整備不良っていうか、まあ、ノーカウントやな、うん、まあ、しょうがないですねそれは。そうね、ただまああと、まあ、心持ちとしては、まあ、安さんのがちょっと潰れて修理したけど、はいはい、心持ちとしたらその辺ももう、うわ潰れたどうしようとかなテンションじゃなくって、うんうん、まあ、これも旅のつきもんだなぐらいの、あの笑えるぐらいのちょっとキャパがないと、まあお金で解決するか気持ちで解決するかってことになると思うんだ、はいはい、あのレッカー呼びますか、はいはいはい、そこからタクシーで移動しますかとかさ、はいはいはい、それがもう自分で直すか適当に楽しむか、はいはいはい、まあ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 どれかになると思うんだけど、レッカーとか呼ぶとお金かかるし、あで、まあ、もうほんまにバイク自体のトラブルっつうのはもうあっても困るけどなかったらおもんないなぐらい あのテンションで行った方がいいかなみたいな。まあそうならんように整備はしてるけどね。そうですね、こうやっていろんな何か何持ってったら最低限持ってったらいいよっていうやつをまた次の動画とかで説明してって、ね、ああそうやね、一回じゃあ下ろすか、下ろしてなんか、はい、うんうんうん、どういうの持っていくと北海道大丈夫だよみたいな。そうやね、なんかあのインスタのダイレクトとかでも荷物動画作ってくれみたいな、一回こんなも作ってるんですよ別で、はい、でも今年もまああんまり多いから声が、はい、ちょっとまあ一応作ってみようかな。そうですね、ちょっと何持ってったらいいかみんな気になるところだと思います、うん、じゃあ次はスーパーセンター山口が持ってった荷物っていうのをあのご紹介させてもらいます。はい、はい、うん、ご視聴ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございましたはい、閉めます